日本の着物文化が海外で絶大な人気を誇り、世界中から称賛されているのをご存知でしょうか。着物は日本の民族衣装で、現代では主に成人式や結婚式など人生の大事な式典で晴れ着として着用されています。また夏には浴衣姿でお祭りを楽しむ人もたくさんいますし、歌舞伎や能など日本の伝統芸能や茶道や書道といった日本の伝統文化には和服が欠かせません。そうした日本の着物文化は国内のみならず海外の人たちにも衝撃を与え、世界から注目を集めているのです。そんな中、日本人女性が旅行先のパリで高級ブランド店に着物姿で突撃し、海外で大きな話題となりました。日本人女性はパリで一体どんな反応をされたのでしょうか。今回は日本人女性が着物でパリを訪れた時のエピソードと、海外から注目されている日本の着物文化、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。着物姿でパリを訪れた日本人女性。海外旅行が大好きなとある日本人女性は、アジアはもちろんのこと、ヨーロッパやアメリカ、中東など、これまで様々な国や地域を訪問してきました。彼女が海外旅行に行くようになったきっかけは、その国の文化や風習を肌で感じるのが楽しかったからだそうです。海外旅行に行くたびに、習慣や考え方などが、国や民族によって全然違うことに驚き、感動を覚えたのだと言います。そして彼女にはもう一つ海外旅行が好きになった理由がありました。それは日本が海外からどのように見られているかについてとても興味があったということです。もちろん彼女は日本人や日本文化が海外で高く評価されていることは知っていましたが、日本の伝統に触れた外国人が実際にどんな反応をするのか、この目で見てみたいと思っていたのです。そこで今回の海外旅行で彼女はある実験をすることにしました。日本文化の伝統的なファッションといえばもちろん着物です。海外でも着物で通用するほど大人気だと言われています。彼女が考えているある実験とは、着物を着て海外の街を歩くということだったのです。そして着物で勝負する以上、やっぱりファッションにうるさい国が相手としてふさわしいと考えた彼女は、ファッションの国であるフランスのパリを旅行先に決めました。パリであれば相手にとって不足なしだわ。フランス人が着物にどんな反応をするのか楽しみ。こんな思いを抱きながら彼女はパリに旅立ちました。パリのホテルに到着した彼女は早速部屋で着物に着替えます。ところがこの段階になって彼女は不安を感じたのです。本当に着物は人気なのだろうか、変な目で見られないだろうか。海外で着物を着るなんて彼女にとって初めてのことでした。しかしここまで来たら後には引けません。着物に着替えた彼女は思い切ってホテルの部屋を出てみました。そしてホテルのエレベーターのドアが開いたその瞬間、エレベーターの中にいた外国人たちが女性の着物を見て口々に叫び出しました。おお、着物、なんて美しさなんだ。外国人たちが叫び出したのは、彼女の着物姿が美しかったからという理由でした。エレベーターが1階のフロントについても、外国人たちの興奮は収まりません。着物の柄を褒めてくれたり、触ってもいいかと聞かれたり、その場にいた外国人全員が着物を褒めてくれたのです。ホテルを出て街中を歩いてみると、彼女は周囲からの視線をすぐに感じたそうです。街中でも明らかに、彼女は注目の的になっていました。そしてすぐに大勢の現地の外国人が話しかけてきました。エレベーターの時と同様、たくさんの人に褒められ、一緒に写真を撮り、おすすめのレストランを教えてくれた人もいました。ただ道を歩いているだけなのに、着物を着てるおかげでこんなにたくさんの人が話しかけてきてくれたのです。まだ彼女の実験は始まったばかりでしたが、外国人の着物に対する興味があまりにもすごく驚いていました。そして彼女はその足で某高級ブランドの本店に入ってみることにしたのです。ここは世界中のセレブが集う場所です。実は彼女は数年前に私服で来たことがありましたが、その時は店員に見向きもされませんでした。そんな経験があったため、またしても不安な気持ちがよぎりましたが、思い切ってお店に入ることにしました。彼女が店内に入った瞬間、なんとすぐに店員が何人も飛んできました。それだけでなく、見たい商品があるというだけで店員はすぐに商品を持ってきてくれて、丁寧に説明してくれたのです。店員の手厚い接客に彼女は感動していました。
着物を着ているだけでここまで接客態度が変わるのは本当に驚きです。実はヨーロッパではアジア人は軽く見られることが多いのです。しかし着物を着ていることで店員も敬意を払ってくれたのでしょう。彼女のパリでの実験はまだまだ続きます。高級ブランド店ですっかりいい思いをした彼女は奮発して高級フレンチレストランに行くことにしました。ウェーターが席に案内してくれて、彼女が着席しようとしたその時、いかにもパリの紳士という感じの男性が彼女のところに来て、ぜひ一緒に写真を撮ってもらえませんかと言ってきたのです。男性が丁寧に頼んできたこともあり、彼女は快く応じました。去り際に男性はありがとうございました、こんなに近くで着物を見たのは初めてです、本当に美しいですねと褒めてくれました。さらにフルコースに舌鼓を打った彼女が帰りに会計をしようとしたところ、なんと先ほどの男性が全て支払ってくれていたのです。こんなこと私服だったら絶対ありえなかったわと彼女は改めて海外での着物の魅力に驚愕しました。パリでの体験が忘れられなかった彼女は翌年にオランダ旅行をした際にも着物を着てみたそうです。そしてやはりパリの時と同じようにどこに行っても注目の的で、オランダの人たちからもたくさん褒められたのだと言います。この時は行きの飛行機から着物姿で行ったのですが、入国時にて荷物検査員から着物素敵、日本の伝統的な衣装ねといきなり言われたそうです。一般的にお堅い職業と言われている空港の検査員ですら着物の魅力に感動してしまったのです。またエレベーターの中ではホテルマンからもとても素敵ですね、着物がよく似合っていますと言われ、なんとホテルの部屋に戻るとメッセージカードとともにビールのプレゼントがあったそうです。後から分かったことですが、このホテルマンは少し偉い方だったそうで、着物に感動してこんなサービスをしてくれたのだと言います。オランダの道を歩くだけで人と通り過ぎるたびに着物に対して称賛の声が聞こえ、食事に行くだけで写真撮影を頼まれたり、まるでスーパースターになった気分だったそうです。パリだけではなくオランダでも着物が大人気だったこともあり、彼女は日本の着物は本当にすごいわ、国や人種を超えて評価されるのだからと日本文化の魅力を再確認できたのです。ではなぜここまで海外の人たちは日本の着物文化に惹かれるのでしょうか。海外からも称賛される日本の着物文化の魅力、海外の人たちが日本の着物文化に惹かれる理由として日本の伝統的な色使いが挙げられます。日本には桜色や藍色といった伝統色と呼ばれる独自の色名があります。これらを使った日本の伝統的な色使いは外国人にとっては鮮明に映ることが多いのでしょう。また繊細で鮮やかな色合いは日本の街並みにもよく馴染み、日本で着物を着てみたいと憧れる外国人も少なくありません。さらに着物を着ると歩いたり腕を上げたりといった動きが制限され、所作が小さくなります。帯を締めることで姿勢が良くなり、おしとやかで立ち振る舞いが上品に見えるというのも魅力の一つです。時代劇などで見る忍者や侍といった武士道に憧れる外国人も多くいます。黒っぽい装束で刀を携え凛とした佇まいは外国人には神秘的に感じられるのでしょう。また日本には伝統色とともに伝統的な模様もあります。幾何学模様や自然を題材にしたもの、松竹梅や鳳凰といった縁起物をあしらったものなど多岐にわたります。模様にはそれぞれ意味があり、例えば鶴は夫婦円満の象徴とされ、結婚式の色打ち掛けに好んで使われるほか、扇は明るい未来を表し、桜は五穀豊穣を連想させるものとして好んで使われています。これらの模様に込められた意味を知り、着物に興味を持つ外国人も多いのです。そして、鮮やかな色彩や独特の風合いを持つ着物には、大きく2種類の伝統技法が使われています。一つは先に糸を染色し、それを使って織る技法です。これは織の着物と呼ばれ、西陣織や紬がこれに当たります。もう一つは白い糸で生地を織り、後で染色を行う技法で染めの着物と呼ばれます。京友禅に代表される友禅や絞り染めがこれに当たります。それぞれの技法によって着物の風合いが異なり、それが外国人を魅了する一つにもなっているのです。そして最近では従来の着物の枠組みにとらわれない斬新な着物の着こなしをする人が日本人だけではなく外国人にも増えています。
羽織を部屋着として使ったり、襟や帯留めにレースをあしらったり、シルクハットや革靴などの小物を合わせたりといった多彩な着こなしを目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。またここまで海外で日本の着物文化が広まった理由にジャポニズムの影響があります。19世紀頃に西洋で行われた万国博覧会をきっかけにジャポニズムと呼ばれるブームが巻き起こりました。そして輸送や通信技術の発展によって日本製品に触れ、多くの画家たちが日本をモチーフにした絵画を発表したことで着物に魅せられる外国人も増えていきました。当時上流階級の女性たちが部屋着として着物を愛用していたことも影響し、今もなお着物に憧れる外国人が多く存在するのです。時代の変化とともに進化する着物。日本では晴れ着として着用されることが多い着物ですが、現代では海外ブランドとのコラボもしています。ノルウェー発のコート専業ブランドであるノルウェージャンレインのデザイナーでありビスポークテイラーでもあるTマイケルさんは、着物を儀式用の衣服としてだけではなく、メンズのワードローブの新しい定番としてスーツやジーンズと並べて日常の装いとして提示するという共通ビジョンのもと、日本の男性用専門着物店である Y&Sons はTマイケルさんと一緒に2017年の秋冬シーズンより着物や羽織を作り続けてきました。2023年の新作では過去にもデザインされていたヘリンボーンの柄を採用し、上品な光沢感と体の線に沿うような質感が特徴のビスコースとオーガニックコットンの生地を使用しています。適度な厚みと柔らかな風合いで体に馴染むように作られています。また2020年にはロンドンのビクトリア&アルバート博物館で着物展が開催されました。この展示会ではフレディ・マーキュリーや XJAPAN の YOSHIKI さんの着物まで展示されていました。この展示を開催するにあたり、キュレーターのアナ・ジャクソンさんは着物から影響を受けた映画についてこのように語っています。着物は常々伝統的で特別に日本らしいものだと見られている一方で、時代を超えたクオリティを持っていて、それは同時に普遍的で未来的だということも意味しています。このクオリティはどこよりもスターウォーズの映画の中で力強く、そして刺激的に現れています。オビワン・ケノービは仏教僧と高尚な侍の要素を併せ持つ存在と捉えられています。コンセプトやビジュアル的に修行僧の素材と侍の袴を組み合わせたかのような着物は、このキャラクターや他のジェダイにとって理想的な衣服でしたし、新世界の創造に不可欠な要素でした。そして着物の価値についてアンナさんは、着物はアイコン的な衣服です。それは表面上のモチーフや柄の豊かさや多様さに特別さがあります。着物は他の非ヨーロッパ衣服のどれよりもグローバルファッションに近い影響を発揮してきました。着物の形は体型と関係しておらず、それは誰もが体の大きさや形、年齢やジェンダーに関わらず着用できるということを意味しています。一着の着物は帯や装飾のチョイスによって多くの方法でスタイリングされることができ、それは着る人のパーソナリティを表現することを可能にする非常にインディビジュアルなフォルムのドレスなのです。と語ってくれました。日本人があまり着物を着なくなった今でも、時代を超えて国と文化を超えて新しいファッションの一部として日本の着物文化は進化していっているのです。海外の反応。今回のことについて海外のネットユーザーから多数コメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。着物は美しくてとても女性的だと思っていたんだ。でも実際に日本の京都に行って彼女と着物をレンタルして街中を歩いた時、男の僕でも着物を着られたこと、そして美しい着物の魅力に圧倒されたよ。今ではすっかり着物の虜で、帰国してから日本の着物を取り寄せ普段着として着ているよ。日本人があまり着物を着ないのはもったいないと思うわ。確かに着物を着るのは大変だし動きづらいけど、せっかく素敵な民族衣装なんだから普段から着るべきよ。最近だと海外のブランドと日本の着物がよくコラボしているよね。着物ってかなりお堅いものだと思っていたけど、日本の成人式で男の子たちが着ている着物を見て驚いたよ。彼らは自分たちの国の民族衣装を好きに着崩して装飾し、自分好みにアレンジしていたんだ。とっても芸術的だよね。日本の着物は高くて買えないから着物モチーフの洋服を普段は着てる。いつか本物の着物を日本で着ることが夢なんだ。着物は細部まで作り込まれていて本当に美しいわ。私も女性らしい所作をしたくて日本の着物を買ったの。
今では特別な時は着物を着てる。初めての時は着るのが本当に大変で汗だくになっていたけど、今では楽に簡単に着られるし、コーディネートとか考えなくて良いから最高よ。着物を着ている女性って本当に綺麗だと思う。儚さの中にしっかりと芯が通っている鋭さを持っているのが着物だと思うんだ。日本人はもっと常日頃から着物を着るべきだよ。本当に素晴らしいのにもったいない。以上が今回寄せられたコメントの一部です。いかがでしたか？着物には着てみないとわからない魅力がたくさん潜んでいます。見た目の美しさだけではなく、日本人特有の季節感と自然への敬意など心理的な部分も海外からリスペクトされる理由の一つなのです。最近の若者の中でも着物を着崩し、和と洋を合わせたファッションを楽しんでいる人がたくさんいます。私たち日本人の中で着物を着る機会があまりない方は、今一度着物を着てみて、その魅力を再確認してみるのも良いかもしれませんね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。